今日のおっさんの晩ご飯はおかゆでーす。そう、皆さんご存知の通り、私は常に健康でタフなんですけど、なんかおかゆってほら、なんか病人が食べるみたいなイメージあるじゃないですか。なんでなんかその病人の気持ちをちょっと味わいたいと思って、普通におかゆが食べたくなりました。あー疲れた、よいしょ。急におかず、おかゆ食べたくなって、おかずがないんでね、とりあえずなんかあるものぶっかけたいかなって思って、鷹の爪も入れちゃいますかね。合うか分かりませんが、ニンニクでーす。合うのかな、おかゆにニンニクってあんま効かないですもんね。わっ、おかか、今日も埼玉暑かったですよ。次は塩昆布でーす。本当に暑い、もう城ヶ島の猫ちゃんたちが心配です。本当に猫、この前行った時もね、ブーツちゃんとかチャトランとかもえげつないぐらい喉渇いてて、お腹も空いてて、まあ今日土曜日だから観光の人とかこれ入れます。そう、来てチューとかくれてればいいんですけど、できた。おかゆのでき、あとあれだ、あとあの漬物の残りがあるんで、これももうぶっかけます。もう、ね、こればっか残してもしょうがないですからね。もう捨てるのもったいねえし、まあ、腹下っても食っちゃいますからね、これ。だから健康なんだ。個人的に胡椒も好きなんで胡椒もかけます。あとオニオンサラダです。ゆで卵です。よいしょ。あーもう城ヶ島に来てーよー、猫ちゃんたちほんと心配だよ、もうみんな。できました。おかゆ、あとオニオン、ゆで卵サラダの出来上がりでは、いただきます。